ご視聴ありがとうございます。本日はアイドルデイズの続きを見ていただきます。よろしくお願いします。主人公は、秋葉原の近くに住んでいるんだな。羨ましいぜ。そうね、でも家賃も高そう、大変かもね。どうした？主人公、なかなか勇気があって素敵ね。許す。誰に対して言ってんだよ。あんたが謝る相手は別にいるだろう。あんたか。見てわかるだろう。クソ野郎にお灸を据えてやってるんだよ。未遂で済んだけどね。私が通りかからなかったらどうなってたか。往生際が悪いよ。女の子を乱暴しようとしておいて逃げようだなんてさ。これに懲りたら二度とこんなくだらないことするんじゃないよ。ねえあんた、ちょっと警察呼んでくれない？一応私がボコボコにしてはいるけど、叱るべきところで罰は受けるべきでしょ。ちぇ、なんで私が取り調べを受けなきゃなんないのよ。分かってる。あんたがいろいろフォローしてくれたおかげで助かったよ。あんたはさ、なんであの時路地裏に走ってきたわけ？ちょっと見直しちゃったよ。勇気あるんだね。追い出されたんだよ。住んでたアパート行くとこがなくてブラブラしてた。隣に住んでるやつが毎晩毎晩大音量でヘビメタ流しててさ、他の人たちが迷惑してたし、ちょっとぶん殴ってやっただけ。やっぱりすごいな、椿ちゃん。そうだね、行動力っていいのかな、半端ないね。その殴ったやつっていうのが大家の息子だったみたいでさ、すぐに荷物をまとめて出て行けって言われちゃって。行くあてもないし、あんたと会った公園にまとめて置いてるけど。女の子の荷物を公園に置いておいて大丈夫か？ここはもちろん下を選びます。そりゃあ若い可愛い女の子に言う選択肢じゃないからな。上は冗談じゃないよ。そんなことできるわけない。アパ
と追い出されたなんて言ったら心配かけちゃうでしょ。私、じいちゃんにだけは心配かけたくないんだよ。それこそ絶対にありえないね。それはそうだけど。電話？どこにかけてるのさ。私は別にそんなつもりだったわけじゃないし。分かったよ。じいちゃんがそう言うならそうする。なんであんたが驚いてんだよ。ふん、そんなの嫌に決まってんじゃん。でも、あんたなら信用してもいいと思ってる。どうせ行くあてもないしね。気にしなくたっていいのに。ありがとう。早速で悪いんだけど、シャワー借りていい？あの乱暴男をぶん殴った返り血が手についてて気持ち悪いんだよね。主人公、本当にしっかりした人だな。そうだね、ムックなゲームの主人公とは少し違うかもね。バリアとマリサバリア、大忙しだったぜ。ごめん、ついカッとなっちゃって。あれは事故、ただの事故だからお互いに忘れる。それでいいね。
てくれると助かるよ。あんたには申し訳ないことをしちゃったけどね。それとベッドを貸してくれてありがとう。感謝してる。どうしたのさ、急に黙っちゃった。そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。高評価やチャンネル登録お願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。